番組の途中ですが、ここで地震についての情報です。津波注意報が発表されました。石川県の能登、石川県の加賀、それぞれの沿岸に津波注意報が出ました。海岸や河口付近から今すぐに離れてください。そして地震の情報です。先ほど9時42分ごろ、最大で震度6強を観測する地震がありました。震度6強は石川県の能登地方、震度6強は石川県能登地方です。5弱が新潟県中越地方、富山県の東部、富山県の西部、石川県の加賀地方です。強い揺れがあった地域の皆さんにお伝えします。落ち着いて行動してください。落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。揺れが収まるのを待ってから火の始末をしてください。そして石川県の能登、そして石川県の加賀に津波注意報が出ました。海岸や河口付近にいる方は今すぐ海岸や河口付近から離れてください。津波の第一波の到着予想時刻です。津波の第一波の到達予想時刻です。石川県の能登では到達と推測されています。その高さ50センチ。石川県の加賀では午前9時50分ごろ50センチの津波が予想されています。津波は繰り返し押し寄せる恐れがあります。時間はあくまでも目安です。この後も津波は繰り返し押し寄せる恐れがありますので、海岸や河口付近にいる方は今すぐ海岸や河口付近から離れてください。石川県の能登と石川県の加賀に津波注意報が出ました。石川県の能登ではすでに津波は到達したと推測されていますが、津波は繰り返し押し寄せる恐れがありますので引き続き注意をしてください。海岸や河口付近から離れてください。また石川県の加賀では午前9時50分ごろ津波が到達すると予想されています。津波は2度3度と押し寄せる恐れがありますので引き続き注意をしてください。時間はあくまでも目安です。現在津波注意報が発表になっています。石川県の能登、石川県の加賀に津波注意報が出ています。海岸や河口付近からすぐに離れてください。先ほど午前9時42分ごろ、最大で震度6強の地震がありました。石川県の能登地方で震度6強が観測されています。また震度5弱、新潟県の中越地方、富山県の東部、富山県の西部、石川県の加賀地方で震度5弱が観測されています。落ち着いて行動してください。落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。そして皆さんの近くに怪我をしている方はいらっしゃらないでしょうか。声を掛け合って周囲の安全を確認してください。身の安全を確認してください。病気の方、高齢者、そして体の不自由な方、気を配ってあげてください。安全を確認してあげてください。先ほど午前9時42分ごろ、最大で震度6強の地震が観測されました。石川県の能登地方で6強、また震度5弱が新潟県の中越地方、富山県の東部、富山県西部、石川県の加賀地方で震度5弱が観測されています。繰り返してお伝えします。先ほど石川県の能登地方で震度6強を観測する地震がありました。気象庁は午前9時43分に石川県の能登と加賀にかけての沿岸に津波注意報を出しました。津波注意報が出ている海岸や海に近い川沿いからは離れて近づかないでください。予想される津波の高さは高いところで50センチの見込みです。津波と満潮が重なりますと浸水などの被害が出る恐れもありますので注意してください。繰り返してお伝えします。詳しい震度が入ってきました。震度6強、石川県の七尾市、輪島市、穴水町です。震度6強は七尾市、輪島市、穴水町です。震源は能登半島沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されています。地震の規模を示すマグニチュードは 7.1、 最大震度は6強です。石川県の七尾市、輪島市、穴水町で震度6強が観測されています。繰り返してお伝えします。震度6強、画面の上でもお伝えしておりますが、七尾市、輪島市、穴水町です。そしてテレビの画面では地震が起きた時の富山市内の映像をご覧いただいています。地震の揺れに合わせてカメラが左右上下に揺れている様子が見えています。繰り返して各地の震度をお伝えします。最大震度、震度6弱を、震度6強が観測されたのは七尾市、輪島市、穴水町です。また震度6弱は志賀町、中野戸町、能登町です。震度6弱、志賀町、中野戸町、能登町です。そして5強が珠洲市、震度5弱が観測されたのは刈羽村、滑川市、船橋村、氷見市、小矢部市、射水市。番組の途中ですが、ここで地震についての情報です。津波注意報が発表されました。石川県の能登、石川県の加賀、それぞれの沿岸に津波注意報が出ました。海岸や河口付近から今すぐに離れてください。そして地震の情報です。先ほど9時42分ごろ、最大で震度6強を観測する地震がありました。震度